何か私が捕まえてない新しいポケモンはいないです。怖い。私はいない、私はいない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、そろそろあれか、あの巨大なポケモンと戦わんといかんのやっけ。あれよね、空飛んで、ここでも呼び出しできるんかな。あ、これか。違うの開いた。ふぅ。あ、っていうか先にあれかな、これで飛んでった方が早い。眠れる雪原キング。とりあえずこっちに、ここじゃないわ。こっちに飛んで、そう、ここにさ、なんか新しい依頼があったんよね。なんなんやろうって思いよったんよ。どうも。この人さ、なんか神殿かなんか行く前にも話しかけたけど、その時何もなかったことない？あなたは銀河団の調査隊でしょ。ポケモンを調べて図鑑を作るんだってね。うんうん。つまり、私の愛するカチコールも調べてるってこと？カチコール。それなりに。怒られた。それなりにって何よ。もっと熱心にしっかり調べなさいよ。カチコールってどれやった？私、誰よりカチコールに詳しくって大好きだという自信があるの。カチコールの図鑑が完成したら私に見せてちょうだい。ほう。カチコールを誰より愛する私が正しいか見てあげる。サブ任務84。誰より知りたいカチコール。なるほど。私なんか今回は、あれかな、特にクリアしたやつなかったっけ。あー、クリアしてないね。キルリアさ、そう、キルリア、あの、私が持っとったラルトスを進化させたんよ。だけど、じゃあ、これだけ、これで散髪屋の髪型が増えるんやね。よし。あ、ここはあれか。ベースではないんか。ちょいと待ってね。雪原ベースに一旦移動します。んで、まだらまだら。ポケモンの調査が。あ、これね。進化したんよ。進化させたんよ。はい、これから村に戻ります。キルリアを参考にってさ、ほんとなんか、おかっぱ的なものしか思い浮かばんねえけど、どういう髪型を、そこから思いつくんやろ。気になる。ちょっと寄っていく？私がいい感じにするよ。依頼について。キルリアを見せてくれるの？はい、この子。かわいいよね、キルリア。キルリアは楽しいと踊ると言われている。私も踊ると髪が気持ちよく揺れる。そんな髪型にしてみたい。全くわからねえ。どうやって髪をまとめたり流そうかな。ひらめいたよ。さらなる最高の髪型。さらなる至高の髪色。キルリアとあんたのおかげで開発できたよ。お、髪色も？緑か？よかったら早速試しなよ。サブ任務75、キルリアの揺れる髪、達成。じゃあ見せて。髪結い。さあ、ちょっと前に髪の毛変えたばっかりやけん。今回こそはどれが増えたかパッとわかる気がする。多分。これ、さっきのやつか。増えたやつは、これ前からあったよね。ハイカラオカッパってあった気がするもん。目隠れってなかったことない？え、あったか。あったな。え、待って、わからん。やっぱりわからん。歌舞伎物もあった気がするな。巻き髪もあった。高島だってあった？なかった気がする。アミ速発はあったね。ハイカラ単発。うお。え、待って、どれが増えた？高島田が増えたんかな？結局よくわからんな。でもこの髪型にしたら本当にただの町娘感がすごいね。まあ、そういう感じだ。で、増えた髪色は？マジでニューって書けよな。どれが増えたんだろう。
え、なんだ、どれが増えたんだ。白色があるなってことはあれかな、乳白が増えたかな。多分乳白が増えたんかな。何、どこからそれを思いついたんやろ、全く分からんけど。はい、戻して。分かった。え、私髪型変えてないよね。変えた？変えてないよね。変えてないのに500円取られていく理不尽さ。一番最初にお金取っていくのは意味わからんくない？そしてやっぱいいやを許してくれん感じ、恐ろしいわ。さあ、それじゃあ向かいますか。もう他にクリアしとるサブ任務はもうないはずやけん、行ってきまーす。ここか。純白の糖度。で、まずはこっちのね、真珠集落に。んで、ここで、オッケー。え、どの辺やった？あれか。向かおう、向かおう。なんか他にもさ、あの、マップ上で現れとる依頼があったんやけど、多分あれも新しい依頼なんよね。これ上にはどうやって行くんやっけ？違う。ああ！めっちゃ下がった。違うんすよ。下がりたいんじゃなくってさ。あれ、私ゲットしとったっけな？したような、してないような。待って。なんかめちゃくちゃ近くにやってきた。何？すぐ隣にいるんだけど、かわいい。捕まえていい？もうほぼなんか、ボールを押し付けた感じになったけど。あ、2匹目やった。あ、でもこれか。カッチコールこの子やね。なるほど、なるほど。んで？あ、でもこれあれか。あ、あそこに。あれ、アンノーンじゃない？これ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 。これアンノーンやわ。ってことは、これ乗ったままボール使えんのか。え、乗ったままボール使えんの。じゃあ、結局さ、あれじゃない？空中飛び降るポケモン捕まえれんくない？ちょっとめちゃくちゃうざいよね。めっちゃ威嚇しとる感。え、待って、私上に上がりたいんやけど。あー、マジでね、上に上がりたいんすよ。でもこれね、じっとしとったらね、ういじっとしとったら徐々に下がってくるんよね。うー、来た来た来た。これ捕まえたらいいんよね。あれ違ったっけ、話しかけるんやった。え、なにこれ、何もできんやん。普通に捕まえたらいいんか。あ、違うわ。今これポケモンの、あれ、いや、捕まえれるな。なんかいつもみたいに、カッコが電源。めっちゃわかりづらいんだが。でもアンノーン捕まえたよ。アンノーン図鑑どれぐらい埋まったかな。そんなに埋まってないと思うけど。ここからなら上がれるね。オッケー。別にこれあれよね。洞窟みたいになっとるとかいうわけじゃないよね。あれか。なんか、あの、なんとかミネ、ゴリゴリミネラルやね。アルセウスフォンが反応している。アイナは永遠の氷を手に入れた。永遠の氷。雪原キング、クレベースが好んでいるつらら。大昔にいたクレベースの一部と言われる。クレベース。そっか、クレベースっていうポケモンやったんよね。どんなんか全然わからんねやけど。わーははは。何やってんだ。ついに登り切りましたぞ。おお、お前さんもいらしたか。おう、教会の上に飛び乗って永遠の氷を入手しましたか。熱い使命感、どこから来るのです？アイナはハマレンゲに永遠の氷を渡した。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。
いろいろ思うところはありますが、クレベースと戦えるよう準備します。氷山の戦場にお越しなさい。氷山の戦場。おっと、決して真似はするな。鍛えた筋肉の持ち主だからこそ、ここから飛び降りることができるのです。では。え？ここを飛び降りたの？やばいやん。自殺行為やん。なに？何の声？なんか飛び降る？いや、別に飛んでねえな。あ、寒いね。寒いよね。寒いっすよね。でもなんかなぁ、あれないね、ウォーグルやっけ、使いづらいなぁ。めっちゃくちゃ使いづらいな、個人的にはね。あ、じゃああっちの氷塊の上に乗っとるのも私ポケモンが乗っとんかと思ったけど、ゴリゴリミネラルやったんか。なるほどね。よいしょ、行くか。てかさ、私めっちゃあれは何、岩か。めっちゃさ、この飛び寄るまんまの状態でさ、ボールが使えると思ったんよ。じゃないとさ、結局、空飛ぶポケモンには虹も近寄れんくない？どうやって捕まえたらいいん？どうやって捕まえたらいいんすか、それ。戦場への道。ここか。なんか、めっちゃ近くに、ゴーリキある気はんやけど。やめてよー。おー。かー！死んでない？あ、なんかそのまんま話に突入した。いやー、エナさん。純白の糖度で人と出会えた喜びは格別ですね。ハマレンゲさんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。どうです？お聞きになりますか？もちろん。ぜひ。ですよね。クレベース。翡翠地方5匹目のキングですね。あれだよ。あいつはとんでもないぞ。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけでなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。あはー、めちゃくちゃ難しそう。いや、思うんやけどさ、なんでポケモンでさ、ここまでアクション要素があるんだっていうね。ポケモンが戦えよ。なんか人間がめちゃくちゃアクロバティックな動きせんといかんやん。絶対今回もそうやんね、これ。強すぎませんか？ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルもあったそうですよ。大きすぎませんか？あれだよ。剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。よし、戦場に行くとしようか。何今の。会話つながった？クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。では、寒いので失礼します。爽やかな笑顔だな。氷山の戦場、ん？氷山の戦場で雪原キングクレベースを沈める。できる気がしねえ。できる気がしねえよ。何か私が捕まえてない新しいポケモンはいないです。びえー。怖い。私はいない、私はいない。あ、待って、早く通り過ぎたい。あのポケモンは？あれ何？カチコールか。全然違う形のポケモンに見えた。じゃあこの辺の持っていくか。で。めちゃくちゃ高い場所だな。おった。お前さんの気持ちの強さが上回ったか。いや、人の世界。ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。では、永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。なーに、作り方は聞いていますし、私の筋肉であれば一瞬。筋肉関係ある？沈め玉を作るんよね。ほら、ご覧の通り。あざす。クレベースを沈めたいのでしたら、先に進むといいでしょう。ですが、クレベースはとにかく氷塊を放ってきます。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。無敵の回避とは、普通の回避のことですか？頑張ろう。
いや、私アクションゲーム苦手なんですけど。めちゃくちゃ苦手なんですけど。え、でかっ。これ?いや、確かに古代のクレベースは30メートルあったって聞いたけど、これ?どういう状態?あー、なんかこのポケモン見たことある気がする。多分。うん、なんか見たことある気がした。あー、やだなー。頑張ろう。待って、回避どれやっけ?これか。待って。一応切れ目があるんよね。くわー、怖いよー。人間ってダッシュできんかったっけな。あー、なに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 。いやー。怖いんですけど。当たってねー。いて痛いって、痛いって。あそこか。あの部分か。なに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 、うわぁ、なにあれ、どうやって、え、待てって。おい、待てって。え、今のはさ、もう無理やった。もう無理だった。え、今のあれはさ、どうやって回避するの?回避できんくない?え、できるの?あ、今の当たったんや。え?さっきのあのビームはどうやって回避したらいいの?ジャンプとかあったっけ?これに。ないよね。ジャンプボタンとかないよね。あ、一応当たり寄る。ほいー!ひー!いや、私まださ、まだあの画面の周り黒いんだけど。痛い!あ、これをちょっと。あー、ダメだ。ダメだ。え、どれぐらい減ったんかも見てない。クレベースとの戦い、相手の攻撃が続く間は避けることに集中してチャンスを待ちましょう。クレベースが口から吐く強力なビームは、Y ボタンの回避による無敵時間でダメージを受けず通り抜けることができます。Y ボタンの回避による無敵時間、そんなものあったんやっけ。今更ながら。え、何?避けるのが成功したら無敵時間っていうものが発生するってこと?なるほど。Y ボタン回避。はい、頑張ります。再挑戦しましょう。これなら、いけるよ。よし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 。あとちょっとやね。いけるよ。さあ、来い来い。あ、そっかそっかそっか。もうすでにあの体力が減った状態やけん、最初のパターンとは違うんか。いや、無理やって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 。あー、めっちゃ殺す気、超殺す気。この時はやっぱり踏んだらダメージなんかな。試さんけどさ。よし、いいぞ。いけ!え?あ、びっくりした。いってないかと思った。これでいけるかな?この回でいける?もう一回もう一回。びっくりした。なんか消えた。お、反動で。イエーイ。いやー、いけんか、これは。あ、いける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 。頑張れ、私。いけるって。おっしゃー、やったね。あー。思ったより時間かからんかった。よかった。いや、動画ではだいぶカットされとるかもしれんけど、前のやつも。元に戻ったくれ、ベース。イエーイ、みんなレベル上がったよー。でもこれで最後。クレベースからつららのプレートを受け取った。つららのプレート、氷のタイプの石板。あるポケモンに使うと氷の力を得る。
お、やってきた、終わったけん。浜先生、そんなに気を落とされなくても。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきたアイナなるもの、化け物ですか？化け物じゃないよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。アイナさん、浜先生は真珠団を心より大事に思っていてくれるし、神王様を心から信じているの。だから金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念のされていたの。でもそれも変わるね。カイ？アイナさんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。なるほど、カイも変わりましたな。これでこの世界の人たちのポケモンへの考えも変わるか。え、今私押してないと思うんやけどなんか進んだ、しかも見てね。アラブルキングをすべて沈めた。お、すべて。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。すべてってことはもうストーリー終わるってことか。それはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。そうなん？全然わからんけど。そのようだな。これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、アイナがいれば大丈夫とはいえ。そうだね、アイナさんがいるもの。いや、私が元の世界に帰るというのはない話なんすか。あの世かい。お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。信じる神王様ってなんだ。それぞれの神様的な。適当なことを。ちょっと仲良くなった？さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。